諸君は他人の罪をかぶせられたことはあるかい？遡ること419年前の1604年、イギリス。イングランドのとある礼拝所で、ネットと呼ばれる少年が激しく鞭で打たれていた。鞭を握るのはクラマーという名の教師だ。クラマーは授業をサボってテニスで遊んでいたことを咎め、ネットに鞭を振るっていた。痛いか？これはお前が受けるべき罰だ。ネットの背中には深い傷が刻まれるが、クラマーは手を止めない。見る者を震え上がらせたのはその体罰の過激さだけではなかった。というのも、教師であるクラマーはある事実を知った上でネットを痛めつけていたんだ。その事実とは、授業をサボったのは別人。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。マドモアゼル、月テラス今宵も最高のヘモグラビンを。ミッドナイトの食、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっぞ。言うの闇人形のヤメリですわ。ムチの音が聞こえましたけれど、久しぶりに拷問の話かしら。期待しているところ悪いけれど、今回は拷問ではなく他人の罪をかぶることが役目だった特殊な存在を2つご紹介するよ。彼らは一体何のためにスケープゴートになったのか、ぜひ予想しながら見てほしいんだっぞ。言うのイギリスの古き慣習。遡ること171年前の1852年、イギリス、ウェールズの歴史を研究するカンブリア考古学協会の会議である事実が語られた。人が亡くなった時には友人たちが彼を呼びに行きました。そう話すのはウェールズ南部の都市スウォンジー在住のマシュー・モグリッチ。19世紀を生きたマシューは地元文化の語り手となり、こう続けたんだ。彼が到着すると、亡くなった人の胸に塩の皿を置き、塩の上にパンを置きました。彼は呪文をつぶやき、そのパンを食べるんです。それによって個人の全ての罪を取り込んでいました。まるで小説のワンシーンのように聞こえるが、これは実際に18世紀から19世紀にかけてイングランド、スコットランド、ウェールズの地域で行われてきた儀式だ。ではパンと共に死者の罪を受け入れる彼と呼ばれる人物は一体何者なのか。実は彼は一種の職業として儀式を引き受けていたんだ。その名も罪食い人。まあね、実際罪食い人がやっていたことは事故を犠牲にした人助けと言えるんだ。そこで彼らの働きぶりを詳しく見てみよう。罪食いの慣習はイギリスの農村部を中心に遅くとも1680年代には存在していた。1813年に出版されたポピュラーアンティクイーズオブグレートブリテンには、イギリスに流布していた古い伝承や習慣について記述されている。その記録を参考に罪食い人の立ち振る舞いがどんなものだったのかを探ってみよう。葬式の場に罪食い人が現れると、その場が静まり返る。罪食い人は顔色一つ変えず、ドアの方を向いて置かれている椅子に腰掛けた。これを。個人の親戚が彼に近づき、一枚の銀貨を差し出す。それを受け取りポケットに押し込むと、罪食い人は仕事に取り掛かった。まずは用意されたパンの端切れを口に押し込む。当時の人々は食べ物が死んだ者の罪を吸収すると信じていた。そのためそれを食べた者には全ての悪行が手渡されると考えられていたんだ。パンを咀嚼した罪食い人はコップ一杯のエールとともにぐいっと飲み干す。そして椅子から立ち上がると落ち着いた口調でこう告げたんだ。旅立った魂に安らぎと安息を与えよう。そのために私の魂は売り渡して構わない。その言葉を聞いた次の瞬間、参列者が罪食い人に向かって物を投げつけた。消えろ。個人の家族や友人たちが手当たり次第に物を投げつけ、罵声を浴びせかける中、罪食い人はそそくさと家を出ていった。ひどい。罪を食べてもらったくせにどうして最後は追い出すんですの。まったくひどい扱いだよね。こうした行動は皮肉にも罪食い人の存在意義と深く結びついているんだぞ。言うの罪を喰らう者の正体。罪食い人の存在には当時の宗教的風潮が影響している。キリスト教の教会では神の前で自分の罪を打ち明け、許してもらうように繰り返し説いていた。すると同時にこんな問題が浮上するんだ。もし死ぬ前に罪を告白できなかったらどうなるのか。この解決策として有名なのが、カトリック教会が現世の罪が許され天国に行けると歌って売り出した免罪符。ケルト文化に端を発していると思われる罪食い人も免罪符と同様、自分や愛する人を悪行から解放し天国に送り込みたいという切実な
の願いから広まっていったんだ。こうして天国の門をくぐり抜ける者が増える一方で、罪を肩代わりする罪喰い人は事実上の罪人となった。罪を食らう儀式を行えば行うほど彼らの魂は呪われ、汚れた存在になっていく。罪喰い人を直接目にすることすら永遠の破滅や呪いにつながると信じられていたから、彼が椅子に座る時にも参列者に目を背けさせたんだろうね。つまり人々は罪喰い人を心から必要としつつも軽蔑し、忌み嫌っていたんだ。なんて勝手な話。これだから人間は嫌ですわ。ああ、だから好き好んでこの仕事をする人はいなかったんだよ。聡明なミッドナイトの諸君は、罪喰い人が受け取ったのがたった1枚の銀貨だったことに気づいただろう。そう、罪喰い人の報酬はわずかな金と無料の食事だけ。カンブリア考古学協会の会議で語ったマシュー・モグリッチの口述によると、渡した金額は2シリングと6ペンス。価格は違うものの、現代の日本でいうところの20円くらいだ。つまり罪喰い人をしていたのは、少額の金のために犠牲を厭わない貧困者。罪喰い人は村から離れた場所にひっそりと住み、人が死んで必要とされる時にだけ呼び出されるという生活をしていたんだ。加えて罪喰い人の仕事には危険もつきまとう。罪を食らうことはキリスト教にとって異端。教会に見つかれば罪喰い人だけでなく、依頼者や居合わせた者全てに重い罪が下される違法行為なんだ。そのため罪喰いの儀式は常に秘密裏に行われた。罪喰い人の脳裏には常に処刑の二文字が張り付いていただろう。歴史上最後の罪喰いとして知られているリチャード・マンスローという男は1906年に亡くなっている。もともとは農民として身を立てていたリチャードは、ある出来事がきっかけとなり罪喰い人になった。その出来事とは、我が子の死。4人の子供を失ったリチャードは、彼らの罪が許され天国に行けることを願って罪を食ったと言われている。2010年、地元の人々は募金活動を行い、最後の罪喰い人であるリチャードの墓を修復した。墓石にはリチャードだけでなく4人の子供の名前も刻まれている。修復を主催したノーマン・モリス牧師は、リチャードの墓を修復できたことに喜びを示した上で、罪を食べるという不気味な儀式を復活させたいとは思わないと述べた。しかし、かねてから秘密裏に行われていた罪喰いが本当に途絶えたのか、それを証明する手立てはないんだ。愚かな人間のことですから、手段は変われど今だって似たようなことをやってるに決まってますわ。そんなはずはないと思いたいところだけどね。歴史から学ぶためにも、今回はもう一つスケープゴートの話をご紹介しよう。罪喰い人が存在した時代とも重なるヨーロッパ近世の話だぞ。ウィピングボーイの逸話。遡ること431年前の1592年、ドイツ生まれの教育者であるコンラート・ヘレスバッハは一冊の書書を残した。タイトルは幼い王子の教育について。コンラートはそこに1547年にロンドンで聞いた話を次のように書き記している。いつの時代も子供が集う場所は賑やかだ。その日集まっていたのは身なりのいい少年たちが数人。彼らは共に勉学に励む仲間同士だった。気が合う友人と話しているうちに、ついタガが外れたのだろうか、一人の少年がこう口を滑らした。そんなのってだぜ。お、ふん。咳払いを聞いた少年たちは顔を青くした。振り返るとそこには教師が立っている。そして彼の手に握られているのは懲罰用の鞭。教師は大げさに顔をしかめ、少年に向かってこう告げた。エドワード君、そんな口汚い言葉は二度と使わないでくださいね。そして次の瞬間、教師は鞭を振り上げ、エドワードと呼ばれた少年の隣に立つ友人をぶったんだ。意味不明ですわ。わかった、教師がおじいちゃんすぎて手元が狂ったんでしょう。いや、とばっちりであることに変わりはないんだけど、教師は最初からエドワードではなくその友人を狙っていたんだよ。教師はなぜ暴言を吐いた本人ではなくその友人をぶったのか。その理由はエドワードの正体にある。なぜならエドワードはテューダー朝第2代のイングランド王ヘンリー8世の嫡男。父の崩御に伴いわずか9歳で国王に即位したエドワード6世だったから。実はヨーロッパには少年期の王に代わって体罰を引き受ける少年の逸話がいくつも残っている。教師といえど自分よりはるかに地位が高い国王に対し直接罰を加えることは許されなかった。そこで代わりに学友に罰を与えることで同じ過ちを繰り返さないように教育していたらしい。このように打たれ役を担う子供はあらかじめ決められていて、ウィピングボーイ、日本語で鞭で打たれる少年と呼ばれた。王とウィピングボーイは幼い頃から一緒に成長して親密な関係を築くため、身代わりとなって痛めつけられる姿がより一層王に反省を促すという理論なんだ。エドワード6世のウィピングボーイになったのは男爵の息子であるバーナビー少年だった。エドワード6世は鞭で打たれるバーナビーを見るのに耐えかね、教師に対して自分にも同じ罰を与えてくれと訴えたと言われている。そりゃ精神的に追い込まれますわ。教育と言いながらやることが悪質ですわよ。そうだね。ただしこのやり方が必ずしも王の心に響くわけではなかったんだ。
今から308年前の1715年、フランスのルイ15世はエドワード6世よりも早く、なんと5歳にして国王に即位した。そんなルイ15世の幼少期を支えたのが教育係だったバンタドゥール夫人。彼女は幼くして王となったルイ15世のために何人かの遊び仲間をあてがっていた。その中の一人がベルサイユの靴職人の息子。服装が似ていたことから騎兵を意味するユサールのあだ名で呼ばれたその少年こそルイ15世のためのウィピングボーイだったんだ。しかしルイ15世の場合、いくらユサールがぶたれたところで貧困の悪さを改めたり勉学に励んだりすることはなかったらしい。つまりウィピングボーイを見て心を痛めるかどうかは王の性格次第ということだ。さすが奔放な私生活で有名なルイ15世、きっとモラルなんてこれっぽっちも持ち合わせていないのですわよ。いやミリ君落ち着いて。まだ子供であるにもかかわらず打たれ役に徹するウィピングボーイを思うと胸が痛むよね。でも意外なことにこの役回りは人気があったんだぞ。言うの献身の背景。19世紀半ば、イギリスの教育者でありエッセイストだったハートリー・コールリッチは次のように書き記した。ウィピングボーイは身分の低いジェントリーの子供たちにとって憧れの的だ。彼らにとってそれは出世街道を歩むための第一歩であった。確かにウィピングボーイには痛みが伴うものの、王と並んで最高の教育を受けることができた。さらに幼少期を共に過ごすことで王の最も親密な存在となり、信頼を勝ち得るため将来は高い地位につくことが約束される。そのため無知でぶたれたバーナビー少年も父親である初代男爵からエドワード6世のウィピングボーイになるように言い聞かせられていたんだ。一応重みはあったってことですわね。ああ、最後にウィピングボーイの存在自体を懐疑的に見る研究者も多いことを付け加えておこう。古物調査に傾倒していたジョン・ゴフ・ニコルズは1857年、ウィピングボーイの存在についてこう述べた。どれもこれも言い伝えに過ぎない。身代わりに罰を与えるケースもあったかもしれないが、王の学友から特定の人物を選び出してスケープゴートにするというのは考えづらいだろう。さらにペンシルベニア大学のレベッカ・ブッシュネル教授は著書の教育の文化の中で、近世ヨーロッパの教師は王室の生徒にも体罰を与えたと結論付けた。王室の子供は他の生徒に比べて殴られることは少なかっただろうが、フランスのルイ13世のように少年時代に殴打された記録が数多く残っている王族もいるからだ。では何百年も言い伝えられてきたウィピングボーイの存在は一体何に由来するのだろうか。近年では1604年に発表されたサミュエル・ローリーの戯曲見ればお分かりが初めてウィピングボーイに言及したという説が有力だ。この作品では少年だった頃のエドワード4世が授業をサボってテニスに興じた結果、友人であるネットが鞭で打たれる姿が描かれている。いずれにせよウィピングボーイの存在を完全に証明することも否定することもできないというのが正直なところだろう。体罰のような野蛮行為を嫌う身からしたら何もかもが創作であってほしいと願うばかりだ。ちょっとケン、一席置いてお後がよろしいようでって言ってる落語家みたいな顔してる場合じゃないですわよ。ええじゃないですわよ、大事なお知らせがあるんでしょ。ああそうそう、忘れるところだった。ありがとうヤミリ君。我々の親愛なる姉妹チャンネルアルゴメトリーが今ムーンライブプロジェクトっていう VTuber プロジェクトを開催しているのはこの間話したよね。オーディションが絶賛開催中らしいですわね。そして今回はこのプロジェクトを手伝ってくださるイラストレーターさんを募集しているんだ。そうですの、我こそはっていう天才イラストレーターのお方、ぜひぜひ応募していただきたいですわ。興味のあるミッドナイトの諸君、詳細は固定コメントと概要欄に記載してあるから確認してくれたまえ。ご応募お待ちしているぞ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。してよ、おい落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。